終盤を迎えた1回戦 B グループ。8フレを終え岩見がトップ、それを森安藤が追う展開で第9フレーム。さあ、うん、かなり内側から行ったら、ああ、さすがに今どうしたんでしょうコースを。いや、もう完全に失投したんですけれども。ああ、そうですか。なんか最初6発ねストライク続けた後、はいはい、7振りから少しこうボーリングがおかしくなっちゃいましたね。 あのですね、あの出過ぎてあのギリギリ危なかったなじゃないですか。はいはいはい、あの辺りからちょっとこう、ね、自分の中に迷いが出てるのかもしれないですね。森ストライク持ってきたらチャンスありますよまだ。お、どうだ、まずいか、取れない。左側のね17番ね、やっぱりこう左側は左への失投が多いんですよねみんなね。なるほど。なんか今のもボールがレーンに落ちた瞬間にちょっと動いてるような、あ、そんな動きをしてましたね。ああ、見事に取りました。あの先日入隊した酒井美香さんの思いを継いで P リーグをもっともっと盛り上げていきたいというふうに言う岩見。このシリーズ第1戦のグループ B の戦いご覧いただいてます。さあ立ち直っていけるか。あとはもう全部ストライクが欲しい。安藤まずは来た、第9フレーム取りました。これで一応200アップの可能性まで持ってきました、ね。はい、さあどこまで走れるか。ああ、いいラインだ、いいラインだ、いった、これですね。はい、岩見プロまたギリギリのとこまで出すのってこうよくやるんですけど気にしすぎちゃったのかなみたいな。そうですか、はい、今ちゃんと開き直りましたね。テンフレ1投目、おー取りました。さあこれで、はい、パンチアウトしたら213、はい、ですね。あの、はい、A グループの渡辺欅プロには及ばないんですけれども、はい、2ピン及ばないんですが、はい、まあ、210台であればねまだ分からないですから、はい、さあ2投目、熱い、うん、それでも230台までが、はい、もう岩見の勝ち上がりは決まってるんですが、ですね、はい、立ち上がりは良かったんですが、はい、それと終盤のあのこの戦いが準決勝まで行った時に、そうですね、立ち直れるかということになりますね、はい。さあ森取っておきたい、いけ、はい、った。さあこれで210台まで持ってこられそうです。これを取って、結局234ですね。34ですね。34というところまで持ってきました。ちょっと不安が残る状態ながらね、準決勝までにちゃんと調整してほしいですね。そうですね。そうですね。さあもう一つ。森プロはね途中からのボールチェンジ本当にうまくいきましたね。ですね。もう少し早く変えてよかったかな。これで213ピンまで持ってきました。おお、惜しい。安藤の復活はもう少しですか。そうですね。ちょっとあのまた次の時に期待しましょう。はい。これを。すごい曲がりですね、はい、なるほど。ちょっと失敗したんですけれどもやっぱりこれが38フィート、なるほど、いつもよりそうなんですね、ところの影響ですね。思い通りの投球はできませんでした。いやいや、岩見の前半のすごいストライクラッシュでした。準決勝進出です。6連続ストライクの岩見が2大会連続で準決勝進出。スコア213の森がワイルドカード候補となった。やりきれないですね。悔しいとも言っても失礼なような
試合内容だったのでショット。ボール選択完全に間違えました。もういやもっと早い段階でもうあ違うな、もしかして違うかなってちょっと2フレぐらいで思ったんですけど、そこで変えれる勇気がなく、もう早く変えてもよかったですね。とにかく準決勝勝ててないんですよ、ここ数年レベルで。なので勝ちたいですね。1位を絶対狙って準決勝は投げたいと思います。